無料天霊国寺の一霊国寺は、中華人民共和国チャンス湘南金資源福祉金山の南独に位置し、中山領の東1 5キロメートルの霊国寺公園内にある寺である。または、大霊国寺。丹野部墓南町張の時代、武帝の天官13年に、独流丘の岩玉法の麓に創建された。これは、現在の名高資料の位置にあたる。また、 その造流の目的は、この寺に、武帝が尊崇した、宝塩おを葬るためであった。改装当初の寺名は、平木義寺であった。当の犬居不年間に寺名を宝行院と改め、北宋初の太平公国五年には、太平公国寺と改められた。秋を初期には昭山寺と呼ばれていた。主元章が、独流丘を、自らの領母の地に選び、よって、 当時を現在地に移転し、霊国前寺の自学を賜った。新書には陛下にあって大打撃を受けたが、次第に復興を果たした。高規定や建立帝がしばしば行行し、当時に投留した。しかし、皆豊か年間には、再び南京に寄った太平天国の陛下を浴び、乱の平定後には、無料伝以外のガランは廃墟となってしまった。その後、 祖国藩らの手によって次第に復興を果たし秋代の霊国寺の異様を取り戻した。中華民国時代の1928年には民国政府によって国民革命軍人防省志工墓が建設された。1949年の中華人民共和国成立以後に霊国寺公園に改められた。霊国島霊国島、経理庭や小風格、無料店などがあり、 霊国寺系区を形成している。無料店は国民革命軍人防省志公募の祭り堂でもあり、侵害革命の資料館でもある。寺内に現状三蔵の長骨を安置していたことでも知られる。現在は当院の観音殿を現状応募指導と解消し、その遺骨を供養している。無料店は後部14年に創建された。本尊に無料呪物を安置するため、 無料殿とも称する。また、その建築に一本の梁や柱も使用していないため、無料店と呼ばれる。1933年に国民党により、国民革命軍人防召使公募の祭り堂として改築され、司法の壁には110の石碑が埋め込まれており、国民革命軍の戦死者たちの名簿である、国民革命軍人防召使名探が刻まれている。 1982年に無料店として、チャンス省文物保護単位に指定され、2001年6月25日に、国務院により、国民革命軍人防昇士工墓として、全国重点文物保護単位に指定される。霊国寺啓区の一角には、国民政府主席、行政委員長を務めた、丹野部の墓もある。こちらも、2001年6月25日に、 国務院により単述べ馬鹿として、全国重点分物保護単位に指定される。南京駅近くのバス停、南京車単で、U3 の公共議車に乗車し終点の、霊国寺公園に定義車後、徒歩5分。霊国寺から、中山陵明高市料へは観光ミニバスが運行している。ありがとうございます。